はい、こんにちは。今日もね、アンセムの体験版、プレイしていきます。で、前回と同じミッションなんだけど、このタイラントのね、コードっていうミッションをね、ミッションのボス戦をね、ちょっとお見せしようかなと思って。結構長いんだよね。長くてね、結構ボス戦でやられるっていう人が多いんでね、ボス戦の様子だけをちょっと動画にしようかなと思って。で、ちなみにこれ今の装備なんだけど、放熱板と特殊スキルの刻印みたいなね、なんか特殊スキルの威力とか上げたりしてますね。で、サポートギアはディフェンスエリアのレア。で、ランチャーがね、シーカーミサイルっていう、まあ、基本的な武器かな。で、グレネードもフラッググレネード。威力重視のグレネード。で、武器がね、このアサルトライフルのディフェンダー。これがフロートで使いやすいのと、あと、スナイパーライフルがデバステーターですね。これ一撃の威力がめちゃくちゃ高いんでね。これボス戦の弱点狙う時に使います。そんな感じで、これで今回は出撃しますかね。はい、ということでね、ボスエリアにたどり着いたんで、撮影開始でございます。スウォームタイラントだっけ？確か名前。おー、いいね、なんかボス部屋って感じがして。で、この上のね、土管から、やつが出てくるんだよ。ほら、出てきた。おっきなね、カニが、あ、カニじゃねえか。なんだっけ、スコーピオンか、サソリか。が出てきましたね。なんか4つの弱点を備えた。3つか、あれ。うわぁ、気持ち悪い。そんなに気持ち悪くないな。むしろ俺ちょっとかっこいいなって思うんだけど。なんかグロくないよね、この敵。うおぉ。下上から撃っていく。で、今回のね、構成、編成なんだけど、4種類のジャベリン。まあ別にこれ、野良で入ってんだけど、たまたまね、全員、違うタイプの、大きく、ジャベリン乗ってるんでね、なんかちょっと面白い感じになってます。さあ、ザコが来てるんで、ザコはね、アサルトライフルで一掃するとして、いて！ちょっと待って、やられた。油断してた。結構このゲームね、黙って撃ってるだけだとすぐにね、敵に捕まってやられちゃうんで、回避行動と移動をね、ほら、こんな感じでね、手前にすぐ出てくんだよ、この、一発撃って、ね、逃げていく。さあ、ちょっとこのザコを倒しておこう。ある程度削ったら。近接を入れてとどめを刺す。よし、リロード挟んで。おお、700ぐらいか。スナイパーライフルのがいいな。まあこのボスの戦い方としてはですね、まあ、雑魚はね、まあ、こんな感じで1匹ずつだったらいいんだけど、後半ね、やったらたくさん出てくるんだよね。で、たくさん出てきたときはみんなでなんかスキル使って倒さないと間に合わないんだけど、まあ、このタイプだと、グレネードと、ショルダーランチャー2の、この肩のランチャーをもう、あそこの中にぶち込んで、ちょっと近くに寄りましょうか。グレネードがね、やっぱ結構強いんだよね、範囲が広くて。よし、今回はね、溜まったんだ。必殺技だ。おー、かっこいい。めっちゃかっこいいな。たまんないっすね。やっぱなんかたくさんロックオンできていいね。やっぱ、ボス部屋は。ほら、近接攻撃、当てていく。さあ、弾薬フルになって。ボスが？ボスどこに？おお、目の前にいた。よし。狙撃じゃあ、6000。ちょっと待って、味方やられてるんで、ちょっと引き返してみましょう。さあ、防御シールド貼って、修理していく。蘇生とか書いたかもしんないけど、蘇生じゃなくて修理だね、これ。おっと、近づいてきてるよ。よし。はい、狙撃。いいね。結構ダメージ通るね。なんだ、戻ってるぞ。まあ、これでも、まあ、結構ダメージ入ってるな。お、逃げるか。死んでるやつもいないし、お、結構もう半分ぐらい削れてる。あ、これ狙撃できるな。狙撃していく。お、8400、結構入るな。このスナイパーライフルやっぱ強いわ。これみんなもね、使った方がいいよ。このスナイパーライフルかなりダメージが高い。もう完全にボス用で、雑魚敵が出てきてるんで、グレネードを放り投げていく。あ、ちょっと、高すぎたかな。一発も当たってねえや。さあ、このバックステップね、結構大事だね。
これこんな感じで。さあ、てかボスはどこにいるんだ。うわ出てきた、びっくりした、気持ち悪いさあ出てきた、スナイパーライフル切り替えた方がいい。よし、ここからちょっと待って、前向いてる、あ、いけた、9000超え、いいね。さあライフちょうど半分切って、後ろから逆転を打っていく。もう投げ物めっちゃ投げてる。あ、また逃げてるな俺。さあリロードしてガラ空きだぜ。ほらいいね、この調子だともうすぐ終わるね。大丈夫、あれはただの大きいね、ちょっと大きいけど、ちょっと大きいけど、なんだなんか視界が悪かったな今。あ、ちょっと待って、いっぱいいる、よし、このアサルトライフルね使いやすいね、かなり使いやすいぞこれ。激しい、あ、やべえ、ボス、ボスか、そっか、後ろから出てくるんだった。よし、スキルいろいろ当てて、ほら切っていく。今ダメージ通ったのか見えなかった、スナイパー。おお、今跳躍がすげえな、こいつのジャンプ力。うちに猫いるんだけど、猫よりジャンプ力あるぞあいつ。差し一本狙って撃っていく。この下の字幕いつ消えんだちょっと大きいけどって。もういっぱい出てきてる、よし。あー、なんか味方スキル使ったな、グレネード投げて。あー、いいね、見た今の範囲攻撃楽しい。あ、これも範囲攻撃か。俺シングルだと思ってた、ジャンプ近接攻撃範囲攻撃だった。あ、ボス出てこないぞ、みんな待ってるよ出てくるの。お、出てきた、お、早っ、ちょっと早い、よし一発いって、入れてグレネードコンボ当てていく。おっと激しいな、これもいけんじゃないかな。ちょっと待ってよ、これはあれだな。さあ、とどめ、よし、いけ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 、よし、入った入った入った、いいんじゃないですか。さあ、とどめのグレネード投げて終了ですね。ちょっと雑魚敵が残っている。ふう、結構サクッと倒せたな今回。まあ、そんな感じでね、任務完了でございます。まあノーマルなんでね、今回ハードもちょっとやろうかな次は。いや楽しいな、やっぱボス戦楽しいね、こういうゲームのボス戦って。はい、そんな感じでカーニみたいなボスを倒す回でございます。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。